アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和5年9月3日、場所は神戸六甲学院グラウンドにて、2023全国アメリカンフットボール選手権兵庫県予選になります。その一戦、県立宝塚高等学校ワイルドキャッツ対市立西宮県立三木六甲学院の3校合同チームの一戦が行われます。試合開始15時30分キックオフ予定です。本日の神戸六甲は快晴に恵まれております。まだ残暑厳しい天候ではありますが、しかしその快晴の中、その4校の雄姿を見る一戦が間もなく行われます。両校のご紹介をさせていただきます。まず一つは県立宝塚高等学校、宝塚東高等学校ワイドキャッツ。近年県立勢の中では最も勢力を誇っているチームであります。今大会も強豪校であります関西学院、県民学院に対して一石を投じんとこの一戦に挑まんとしております。本日はバックスタンド側、そちらの方でカラーのユニフォームをまとって本日は参戦する形になっております。対しますのは3校合同の、チームとなります。市立西宮高等学校ウェザーコックス、六甲学院ボブテイルズ、県立三木高等学校バイパーズの3校合同チームとなります。今シーズンは3校とも陣容がまだ整っていないという形もありまして、合同という形で参加する形になりました。しかし人数そのものは多く、1年生が大量に入部したことを証しとしています。その試合経験を積む意味でも、今シーズンは合同チームとしてこの秋参戦する形を取りました。それを指揮しますのは3年前11名というギリギリの人数ながら全国大会出場を果たすことになりました市立西宮高校の監督であります式守氏が務めます。さあ、式守氏がこの3校合同チームをどのような形で率いるでしょうか。その点にもぜひご注目ください。本日は撮影場所の関係上グラウンドレベルから撮影させていただきます。若干奥行き等が見づらい範囲にはありますが、できる限りその点ご想像を含みながらこの試合をご覧いただければ幸いに思います。また本日の試合はローカルルールとして、両サイド40ヤードという区域で試合を行う形になります。本来あるべきフィールドの広さが確保できないため両端40ヤードという形になっています。全長距離は80ヤード、エンドゾーン10ヤードという形で行われますが、試合そのものは正式な形で行われます。ボールボーイがいるわ。
バッてやったから。さあ両チームハローと続きまして、まもなく試合開始の特技を迎えます。令和5年9月3日場所は神戸六甲学院グラウンドにて2023全国高校アメリカンフットボール選手権兵庫県予選の一戦、県立宝塚東高等学校ワイドキャッツ対市立西宮、県立三木六甲学院3校合同チームの一戦が行われます。試合開始15時30分キックオフ予定です。これよりコイントスが行われます。右側に構えておりますのが本日単独参戦になっております宝塚東高等学校、対しまして左側合同チーム代表として市立西宮高等学校の選手がキャプテンとして立っております。合同チームキックオフ、宝塚東リターンで試合が始まります。両校フィールドに散りまして、まもなく試合開始の時を迎えます。本日の試合は1クォーター10分の正式開始で行われます。さあ両チームフィールドに散りまして、まもなくキックオフです。合同チームキックオフキッカーは市立西宮の6番のプレイヤー加納が務めます。クラク園中学校出身の1回生、対しましてリターン側宝塚東はリターナに8番と81番が入りました。8番は土屋、荒牧中学校出身の3回生、81番は花田。さあ花田がリターンに入ります。さあ大きく抜けている、前が空いているがどうだ、ナイスリターン。81番右サイドライン際を大きく切り上がりまして、一気に相手陣20ヤード付近までリターンしました。ベイクリターン、素晴らしいリターンをしましたのは宝塚東の81番の花田、光が丘中学校出身の3回生チームキャプテンです。さあかなり優位な位置から攻撃を始めます。宝塚東アメリカンフットボールは4回の攻撃権があります。その攻撃権で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。絶好の機会です。相手陣17ヤードから宝塚東ファーストダウン10。さあ中央のランプレー、さあオフェンスライン押し込んでいって一気に前進しておりますが、見事なランプレー、ナイスプレーファースター。まず最初は中央へのランプレーを展開しました。味方オフェンスラインのブロック力に生かしまして一気に大きく前進し、10ヤードを一気に突破して攻撃権をリセットしております。宝塚東ファースター。さあこれにより宝塚東は相手陣5ヤードの位置からの攻撃に入ります。宝塚東ファーストダウン2ゴール、残り5ヤード。
ちら。再び高塚東はランプレーを展開しました。今度はランニングバック18番にハンドオフしまして左オープンを展開。18番見事なスピードになりまして、そのまま左オープン駆け上がりエンドゾーン飛び込んでタッチだ。宝塚東6点獲得です。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキックを7番の上原見事に決めまして1点追加。宝塚東高等学校7点、合同チーム0点。まず宝塚東が見事なランプレーで先制を挙げる形に成功しました。そのタッチダウンを決めましたのは宝塚東の18番のプレイヤー重野、御殿山中学校出身の2回生でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行うスポーツです。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃1回とし、その回数ファース1回目をファーストダウン、続けてセカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数表します。この4回の攻撃圏で10ヤード前進し1回目に攻撃を戻すか、あるいはその攻撃の間にエンドゾーンを落とすかというその選択がこのアメリカンフットボールの、攻撃のパターンになります。さあ得点を挙げました宝塚東のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして、キック得点を上げた側がキックオフし試合を再開します。さあ合同チーム板に入った。リターナー28番、そのまま縦に切り上がり中央突破を図りましたが自陣20ヤード付近でボールデッド。この位置から合同チームの攻撃と変わります。相手殺到する中果敢なリターンを展開しましたのは市立西宮の28番のプレイヤーでした。失礼しました、六甲学院28番のプレイヤーです。28番の三山でした。六甲学院中学校出身のチームキャプテンです。さあ合同チームの攻撃です。合同チーム自陣21ヤードからファーストダウン点。さあまず中央へのランプレーを展開しました。キャリア20番に託しまして中央突破を図りましたが、しかしこれは宝塚東のディフェンス圧力よく4ヤードロスと変わりました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。倒された地点までが攻撃の開始、終了地点となりますので、この場合は4ヤード後退する形になります。さあ避けられましたが合同チームセカンドダウン2回目の攻撃に入ります。合同チームセカンドダウン14、攻撃権更新、必要距離は14ヤード。さあ今度もランプレー、今度は右オープンをつかせるようにハンドオフを遠くの位置に渡しましてキャリアの総力にかけましたが、しかしこれも宝塚東のディフェンス圧力あり約3ヤードロスという形になっています。合同チームサードダウン17の状況になりました。さあこの厳しい状況ですが突破なるでしょうか。ファーストメンバー用意しとけよ、 DC 用意しとけよ、メンバーインターセプト、ターンオーバー。ここで合同チームクォーターバック11番パスによって打開を図りました。攻撃は開始点より後方より一度だけ前に投げることができます。この権利を使い一気に前進図りましたが取りましたのは相手チーム宝塚東の5番パスダッシュにより攻守交代です。攻撃権は変わりまして宝塚東となります。見事インターセプト決めましたのは宝塚東の5番下崎、荒牧中学校出身の1回生です。
さあ、その宝塚東、最初のプレーはクォーターバック自らがキープしました。ハンドオフをフェイクにしまして右オープンに展開。相手タックルを決めましたが約8ヤードの原因と書いています。見事な判断でランプレーを決めましたのは宝塚東の8番の土屋、荒牧中学校出身の3回生。宝塚東セカンドダウン3、ボールオンは相手陣10ヤード。パス不成功。今度はプレイアクションしましてワイドレシーバー18番にパスを投じました。しかしこのパスはキャッチできずパス不成功に終わっています。前パスが失敗ですと攻撃権は1つ失って次の攻撃という形に変わります。従いまして宝塚東サードダウン3回目の攻撃に変わります。宝塚東相手陣10ヤードからサードダウン33回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は3ヤード、そしてエンドゾーンまで残り10ヤードです。タッチダウン。ここで宝塚東はランプレーを選択しました。ランニングバック99番にハンドオフし、その99番自らの体をねじ込むように中央突進、そのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。宝塚東6点追加となりました。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに移ります。このキックも決まりまして1点追加、宝塚東14点、合同チーム0点。見事なランプレーでした。その素晴らしいランを見せましたのは宝塚東の99番増田、宝塚第一中学校出身の3回生。最上級生がその最後のシーズン素晴らしい活躍を見せております。さあ、着実に加点をしております宝塚東のキックオフで試合再開となります。合同チーム、さあこのシリーズは反撃になるでしょうか。しかしはチープキック、あえて短くそして浮いたキックを蹴ることで自分たちが攻撃権を得ようとしましたが、これをすかさず取りました合同チーム4番。一気に相手のディフェンスの相手のカバーの隙間を縫うように相手陣20ヤード付近にリターンしました。見事な判断でした。素晴らしい判断しましたのは市立西宮の4番の有本、クラク園中学校出身の1回生。さあ、このチャンスを合同チーム生かせるでしょうか。相手陣20ヤードからの攻撃に入ります。合同チームファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番、ここはパスプレーからということでまず中央にいましたレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれはわずかにパスがオーバースローしパス不成功です。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。合同チームセカンドダウン10、ボールオンは相手陣20ヤード、エンドゾーンまで20ヤードの絶好の位置です。パスは成功、しかしディフェンスナイスカバー。クォーターバック11番、左に展開したワイドレシーバー28番にパスを成功させました。しかし取った瞬間に宝塚東ディフェンスが素晴らしいタックルをしまして、これは4ヤードロスに変わっています。
合同チームサードダウン14の状況を果たして突破なるでしょうか。ボールオンは相手陣24ヤードの位置にあります。パス不成功。ここでクォーターバック11番は右に展開した84番にパスを投じましたが、ディフェンスのカバー厚くオーバースローとなりました。ダウン1つ失ってフォースダウン、最後の攻撃権に変わります。合同チームフォースダウン14、フォーメーションを変えます。ナイスパン。ファンタ6番、プレーが乱れていましたが、しかし見事なコントロールで宝塚陣5ヤード付近でボールを蹴り出しました。この位置での攻守交代という形に変わります。冷静にパントを蹴りましたのは市立西宮の6番加納、苦楽園中学校出身の1回生です。合同チーム上にこのメンバーチェンジ、そしてスペシャルプレーにおけるそのメンバーの確認は非常に難しいと思いますが、ギリギリの状況、なんとかそれを成立させました。さあ自陣5ヤード付近から宝塚東ファーストダウン10。これは合同チームナイスタイ、ナイスタックル。乱れておりましたが、ここで中央突破のランプレーを展開しました。しかしこれはランプレー約4ヤードのゲインでとどめております。ここでレフェリーによるウォーターブレイクのタイムアウトが入ります。アメリカンフットボールはその試合の当日の天候及び環境に応じまして審判団がクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。本日はまだ残暑厳しい状況であり、またグラウンドが人工芝ということもあって熱中症対策のため、ここでクォーターの半分でウォーターブレイクが入っております。本日の合同チーム、大変1年生が多く登録されていることが非常に特徴的なチームの陣容になっております。実質的にはおそらく実戦そのものがこの試合が初めてという状況でもあるでしょう。またおそらくは11人制という形を取ることが難しいので、そのメンバー交代および試合進行の部分においても初体験のものが多くあると思います。こういったものもすべて実戦の中で経験していくものということで、皆様ご承知いただければと思います。さあ試合再開となります。宝塚東セカンドダウン6。中央へのプレー、ナイスラン、ファースター。ランニングバック18番、ハンドオフを託されまして中央突破、ブロッカーとタックルの隙間をすり抜けるように中央を切り込みまして攻撃権更新です。
宝塚東ファースダン。鮮やかなデイライトランを見せましたランニング枠18番は重野、御殿山校中学校出身の2回生。宝塚東自陣15ヤードからファーストダウン10。これは合同チーム踏ん張りました。まず外に展開したレシーバーにパスを投じ、スコアからキャッチアンドダウンを図らせました。ターゲット81番タックル殺到する中ゲインしております。しかし攻撃権更新は合同チーム防ぎました。結果的には7ヤードのロスでとどめております。素晴らしい、しかしキャッチアンドダウンを見せましたのは宝塚東の81番の花田、光が丘中学校出身の3回生チェイブキャプテンです。宝塚東セカンドダウン3、ボールオンは自陣22ヤード。ナイスラン、ファースラン、今度は左方向へのランプレー、ランニングバックにハンドオフしまして左オープン展開、見事に攻撃権更新といたしました。宝塚東ファースター。この試合の地上戦は18番の、重野に託している模様です。重野は152センチ、50キロの小兵ながら素晴らしい活躍を見せております。宝塚東ファースターアンテ、クォーターバーカチュアン、スナップ見られましてプレーが潰れかけましたが、それを自らの総力でリカバリー、右オープンスクランブル緊急発進のランプレーしまして約9ヤードのゲインとしています。素晴らしい判断で攻撃権更新の機会を作りましたのは宝塚東のクォーターバック8番の土屋、荒牧中学校出身の、3回生です。宝塚東セカンドダウン残り1ヤード。ナイスラン、ファースター。このわずかな距離を宝塚東中央突破に託しました。何枠12番ハンドフォー託され右中央突破しまして攻撃権更新です。宝塚東ファースター。素晴らしい当たり強いランプレーを見せましたランニング枠12番は百瀬、光が丘中学校出身の1回生です。1回生とは思えない素晴らしく力強いランプレーでした。宝塚東相手陣32ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあまだ倒れていない、まだ残る。ナイスキャッチ、ファーストダウン。ここでクォーターバックはパスを選択しました。ターゲット1番キャッチしましてタックル殺到する中セカンドエフォートでさらに前進しまして攻撃権更新です。宝塚東ファーストダウン。見事なキャッチランドランを見せましたのはワイドレシーバー1番の谷山、御殿山中学校出身の2回生。宝塚東相手陣10ヤードからファーストダウン10。さあここはハンドオフをランニング枠18番に託しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。まもなくその反則の内容がコールされます。オフェンスの反則です。ホールディング、
相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。握ることも許されておりません。この反則により反則発生地点から10ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しという形になります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、県立宝塚東高等学校14点、3校合同チーム0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。